じゃあ実際の彼が今どのぐらい強いのかとかどんなもんなのかってお分かりいただけないと思うんで、実は彼今日弟さん連れてきてて、ちょっとやってくれるみたいなんで一回見ましょうか。これはここカウンターです。これなんか感想ありますか？いや、僕別に強いと思う。よくわかんないですよね。わかんないです。これはやっぱりヘッドギアとかつけてないから本気で殴り合ってるわけじゃないんですよね。そうですね。でも動き動いてないからわかんないですね。ああ、その場で、僕が言いたいのはその場で止まっててもこのぐらい打ち返せて、しかもパンチを避けることができるっていう技術をちょっと見せたかった感じですね。なるほど。で、実際にもっとアグレッシブに動いてる、で、世界観なんかとやったものがありますので、ちょっとそれをちょっと、はい、すいません。まあ、これもちょっと軽く手を合わす程度なんですけど、まあ、全然ちょっとこれで僕の大体実力だったり技術だったりは結構分かってもらえるのかなっていう。なんかすごい気になってるんですけど、はい、体型がなんかすごいボクサーっぽくないですか？そうなんですよ。この前ちょうど一応他のイベント、格闘技のイベントので出た時にちょっと減量を失敗しまして、そこからちょっと一回戻さなくちゃいけなかったんで、でちょっと、はい、今全然一回増やさなきゃいけない。一回増やさないとちょっと体調が悪くなっちゃうんですよ。ホルモンバランスが悪い。今その時期なの？そうですね。今全然減量とか全然してない感じで、ね、はい。なんか素人だからやっぱりわかんない。全然難しいですね。逆にチャンネルに上がったら配信日にわかるんですか？コメント欄に詳しい人が出てくるんじゃないですか？ああ、そうですね。本気でやってない感じ。ああ、それはあれですね。マスに近い形なんで。マスってさっきからおっしゃってるのは、はい、マスボクシングって言って、はい、実際には当てないんですよ。当てるか当たらないかギリギリぐらいのところで、寸止めじゃないんですけど、はい、でも技術は基本的には一緒なんで、そこに力を入れるか入れないかぐらいの力感じなんですよ。それをマスボクシングっていうんですか？そうですね。だからギリギリのところでやるから、はい、当たったら自分でもまあこれ当たったなって分かるし、はい、そうですよね。当たらなかったらこれ避けられるなっていう。なるほど。そういうことか。なんか菅野さんが本当の試合やってる映像はないんですか？はい、ああ、ちょっともうないですね。もうない。昔なんでかなり。はい。はい。実戦から遠ざかってどれぐらいだ？結構経ちますね。もう10年以上は、はい、その減量失敗したのは何のために減量したの？それも一応試合に出たんじゃ出たんですけど、全然動けなくて失敗しちゃったんで。なるほど。ってことは10年間実戦してないですね。ほぼほぼそうですね、うん、はい、一旦じゃあ、はい、これは、はい、その強いって、はい、なんですかね、例えば信じたいので、はい、何ヶ月が後かに、まあ、何か結果を出すとかそういうのってできないですかね、はい、例えば3ヶ月後にこういう大会があってそれに出てどうとか、はい、受験でいう模試みたいな。そうですね、はい、この大会こんだけ3ヶ月いったら俺強いでしょ、俺1000万出すかってやるなみたいなのが見たいですね。多分国体か選抜がそのぐらいの時期にあるんで、はい、そこら辺をちょっと優勝すればいいと思いますね、はい、じゃあ3ヶ月で優勝できる自信がありますか？できると思います。もともとそのつもりで今も動いてますので、うん、それはちょっと面白いですね、うん、だからまさしく今林社長がおっしゃったように、はい、どこかで結果を残してやっぱ本当に強かったんだって思って初めてそこで投資するって話ですもんね、うん、だからもう最初からこの完全に条件付きでないときっとこれきっと話は進まないけど、逆に言えば今から3ヶ月投資のお金がなくても、はい、そこに挑戦するってことができますか？やります。おやります。
今年自国開催なので、今年のチャンピオンになればいいんです。全日本優勝すれば、全日本、つまり全日本の優勝が来年度の多分3月、2月か3月ぐらいなんですよ、うん、毎年年またいじゃんって。でその時に優勝した人はもう無条件で自国のチャンピオンなので、オリンピックでは出場できます、はい、じゃあもう1年ないんですね。そうなんです、オリンピック出場選手権までは、はいはい、そうです。まあ、よくね、俺強えんだぜっていう人って、まあ、たまにいて口だけの人もいると思うんですけど、はいはい、でもこうやって出てね、1000万円出してくれれば目指しますんでって言ったらね、結構なんか言うだけじゃなくて本当になんか自信もあるんじゃないかなって思っちゃうんですけど、やっぱ僕ボクシング歴長いんで、そこのジムではもちろん僕一番強いんですけど、その僕の後輩でもちろん新人王になった子たちとかもいるんで、全然僕自身はもう自信はあるんですけど。後輩に新人王だと自信がある。まあまあ、僕より数段やっぱちょっと弱いんですけど、それでも新人王になれるんだからみたいな。そうですね、はい。じゃあ俺が本気出したらもっとすげえんじゃねえかと。まあそれはちょっとありますね、ぶっちゃけ。ありますね。